ハヤトの野望チャンネルへようこそ。屋上で野菜を育ててお金を稼ぐゲーム、ルーフトップガーデンシミュレーター、今日もプレイしていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、前回ですね、屋上に家具などを集めて人に賃貸で貸したらお金を稼げるということに気づき、大量に椅子を並べたんだよね。こうやって椅子のみを。そうすることで結構な黒字を生み出すことに成功しました。でその状態でですね、2時間ぐらい放置したところ、死ぬほどお金稼げました。なんと85,000コインありますなんでこれを使って今回さらにね、屋上の拡張をしていこうと思います。さあ行くぞ、やるぞ。で今回何をするかなんだけど、もう屋上椅子で埋まってしまったんで、次の屋上借りに行きたいんだよね。こんにちは。8万コインあるから、賃貸じゃなくて新しい屋上買うことができるんだよね。どこにしようかな。イッサパーク8、これにしてみようかな。はい、14,000で新しい屋上を手に入れました。金ならあるんだ、金なら。あ、どっかこっちの方みたいだな。うおー、さあここだ。あ、広い、広いなめちゃくちゃ広いぞ。今度はここか。よし。でさらに収入を増やしていきたいんだけど、もちろん農業やってもお金稼げないんで、稼げるけど稼げないんで、またここに新たな家具を並べていきたいと思います。で前回は一番安い椅子、これはコスパいいってことで並べてたんだけど、ちょっと今回違うものを並べてみようと思います。これいってみようかな。ファイヤーピットシンプル。さあ並べるぞ。うわー、これ1つ並べるだけでプラス10コインなんだよね。なんでこれを並べていきます。もう花から農業する気ないやつ。あ、でもすごい勢いで収入伸びるぞこれ。本当にすごい。そしてめちゃくちゃめんどくせえ。1個だけ置いたら焚き火に見えるけど、こうやってたくさん並べると何かの儀式をしようとしているようにしか見えないはい、できました。じゃじゃん大量の焚き火を並べました。うお、熱いぜ。下の階の住人発狂するだろこれなんか天井熱いんだけど、何これまあ何はともあれ、収入が2倍近くになりました。めちゃくちゃ稼げます。いいぞ。もっともっと並べていきたいな。よっしゃ、椅子並べるぞ。謎のこだわりが始まったおいおい、ちょっと待って、なんかどういう状況だよこれ。この町の交通ほんと終わってんな。飛んでる車いるし。あ、落ちてきた。チェアセッティングシミュレーター楽しいな。あー、もうだいぶ嫌になってきた本当に。椅子取りゲームだってこんなに椅子並べねえよこの状態で椅子取りでゲームできない。もう座り放題だからな。はい、椅子並べ終わりました。うおーこっちも並びました。下は地獄です。そしてこっちも地獄です。椅子並べシミュレーター本格的に始まったなって感じです。もう畑は1枚もありません。収入2200突破。いいぞー。この調子だ。もう土地がなくなってしまったんで、新たな土地買いに行こうと思います。ここを買ってみるか。ボールドスクエア1。あ、広い。ここも広いな。だいぶだいぶ大変だ。まだまだ俺の仕事終わらねえな。全部の屋上焚き火で埋めたらものすごいことになりそうだな。ものすごい怒られそうなんか住人たちも屋上だから多分気づかないと思うんだよな、すぐには。なんか最近この街暑くねみたいな。なんかおかしいよね、なんか煙たい気もするしみたいな。である日きっと上空からの写真が公開されるんだろうな。おい、なんだこの町の屋上どうなってんだ。屋上の権利を次々と買い占めて焚き火や椅子を並べてる男がいる。この町を温暖化させてやる。今人生で一番無意味な時間を過ごしてる気がする。今人生で一番無意味な時間を過ごしてる気がするあまりにもそう思いすぎて2回も言ってしまった。ちょっと頼まれてることがあるんだよな。人参12と玉ねぎ8。あれ、オニオン、オニオンなんてあるのか。いつの間にか玉ねぎ育てられるようになったってこと。あ、ある、オニオン。じゃあこれちょっと趣味の農業やろう。でも土地ないんだよな。自分の土地全部椅子と焚き火で埋めちまってるからな。新しいとこ借りるか。よし、新たな土地を借りました。あ、めちゃくちゃ広いんだけど、こんなにいらないぞ土地。趣味なんだから。さあ、育つまでの間、また違うことをやるか。おっす。次の屋上を借りるぜ。イッサパーク6、ここを借りよう。で、今度は焚き火じゃなくて、違うもん並べてみようかな。この椅子、ジェアーエマン。この椅子が確か2つで焚き火1個分なんだよな。急げー、椅子を並べろー。あー、もうだいぶ嫌になってきた。あー、もうだいぶ嫌になった。あ、もうやりたくねえ。マジでやりたくねえ。どうしよう。もうやりたくねえ。いや、最近やったどの作業より辛い。意味ねえもん。意味ねえもんって言っちゃったけど。意味ねえもん。意味ねえもんな、これ。意味ねえもん。こんなことしても。そりゃそうなんだよ。意味ねえもん。こういうゲームじゃねえし。そうなんだよな。何やってんだろうな。本当にもうバカなんじゃないの？いや、木こりより100倍辛い。意味ねえもん。あーっていうか農業、水やんないと。あー、なんちゅうこっちゃー。椅子並べてる間に作物が全部枯れました。いいねー。唯一の癒しが全部枯れた。あー、もう最悪だよ。結論として分かったことがある。単純労働みたいなやつって人は嫌がるみたいに言われるけど、そこに意味があれば耐えられるんだ。人間が一番耐えられないのは意味のない行動だ。これ意味ないからな。誰もあの椅子座らないからな。マジで意味ないんだよな。ゲームの中でさえ、なんかゲームの登場キャラクターとかこう、市民たちが座ってくれればまだ耐えられるんだよな。何の意味もないからな。誰も座らないし。本当につらい。はい、できました。じゃん。大量の椅子、再び並べ終わりました。おお。収入4000までいきました。すごいぞ、すごいぞ。よし、ちょっと、息抜きにもう一回、人参と玉ねぎ育てるか。息抜きというか、なんだ。まあいい。農業めんどくせえって思ってたけど、椅子並べるのに比べれば100倍楽だな。こんだけ収入あるんだから、そろそろ人を雇いたいよな。人を雇って水やりをしてもらうんじゃなくて、人を雇って椅子を並べてもらいたい。よし、今度こそ水やり完成したぞ。あとは、椅子でも並べながら、玉ねぎと人参が育つのを待つとするか。農業やってねえんだわ。椅子しか並べてねえんだわ、このゲーム始めてこの方。もう最序盤で農業やめちまったからな。本職は椅子並べ職人だからな。お、玉ねぎ完成したぞ、ついに。やったー。おお、いいぞ。人参くんはまだまだだな。とりあえずこれ売りに行くか。さあ、ついに趣味の農業でお金いくら稼げるか見てみましょう。9つの玉ねぎが取れました。たった600円しょぼ嘘だろしょぼすぎんか。なんじゃそれ。がっかりだよ。まあでもこれで依頼は達成できたからな。役所の人に報告しとこう。こんにちは。475コインくれた。もうそんなはした金いらねえんだわ。もっとよこせや。万単位の金よこせや。もうそんな小銭じゃ何にもできねえんだ。このゲームのコツだいぶ分かってきたな。まず新しい屋上を購入したら家庭菜園を作るんだ。で、育つの町で椅子を並べるんだ。椅子を並べてる間に作物ができるから、で作物を回収したら畑のところにも椅子を並べて完成なんだ。そういうことだったのか。いや、そういうことじゃねえけど、なんか黄金パターン見つけてしまったな。お、人参取れたぞ。よし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 。いいね。やはり収穫の時は嬉しい。で、収穫できたから土剥がしてこんな簡単に剥がせないだろうとは思うが、畑を剥がし椅子を並べて、でもうこの屋上には用はないと。よし、じゃあ人参売りに行くか。どうなるかな。いくらかな。どうせしけた金額だな。これはまた1200か。まあ微妙だな。安すぎだな。残りのスペースをまた椅子で埋めよう。はい、並べ終わりました。おお見てください、この椅子まみれ。いいぞー。収入5200に突入しました。もう作物なんて育てる必要はない。よし、人参育てろっていう依頼を出してきた人に話を聞きに行ってみるか。人参育てたぜ。お、1週間の収入を150コインにしろとか言ってきた。5200なんだけども。そんなの簡単なんだよな。あ、南のエリアに次は進めるようになったみたいだ。道路は、いて、ほらーロボットかな、主人公。車より強い。はい。スティーブスプラザみたいなところに来ました。新エリアだ。新しい役所の人が金くれるのか。なんだよ、この髪型。待て。重力無視したポニーテールしてる。こんにちは。あ、このエリアの全ての店を見つけなさいだって、まさに同じことやらせんのかよ。こっちにも新たなお店があるみたいだ、南の方にも。ここがフルーツ屋さん？まだ何も買えないんだ。あ、かぼちゃとか育てられそうな感じね。はい。待てよ、こっちにもじゃあ不動産屋がいるんだな。リアルエステート、いるな。こっちでも土地借りれるっぽいな。ということは、新たな家具がもしかして買えるのでは。いや、なんかあるぞ。ハンモックみたいなやつ。もっと効率いいやつ買えるかもしれねえ。これは期待感高まるな。金ならいくらでもあるんだ、金なら。ここは、あ、新しい土売ってるところだ。木製だったのが石造りになったな。こんなの一人じゃ運べないけど。こんにちは。話聞いてきました。ジェフを探して話を聞いてこいみたいなこと言う。ジェフ、話を聞かせてくれ、ジェフ。1週間の収入を200コイン以上にしろだって。もうできてます。5200あります。ジェフもびっくりだよ。8ラディッシュ。ラディッシュって大根だっけ？ 8 本の大根を育ててこいみたいなこと言ってる。あ、楽だな。ちょっと待て。車で移動できるぞ。よし。めちゃ楽なんだが。ありがとな。タクシー代わりにさせてもらったぜ。キント運で移動する孫悟空の気分だ。そんないいもんじゃないけどな。うおー、家具を買いに行くぞ。多分このエリアで新たな家具が買えるはずなんだよな。めちゃくちゃ楽しみ。椅子並べるゲームだからな。さあ、家具屋さんにやってきました。なんか買えるかな？じゃん。あ、買える！カウチエンマ。テーブルアディ。よし、1個ずつ買ってみよう。さあ、これで、いくら増えるかだな、収入が。なんかあんま増えなさそうだな、家具の金額的には。頼むぜ。20とか増えたら、マジで神。頼むぞ。まあ、もうこれ以上稼いでも使い道ないけどな。さあ、置いてみます。まずはテーブル。じゃん。お、はあ、テーブルいいぞ、これ。12増える。これめちゃいい。テーブル神。これはパウチ。26の35。9だな。微妙だな。いや、このテーブルマジで神。このテーブルマジで神なんだが。決まったな。もうやること決まったな。うわー、テーブルを買え。さあ、テーブル並べるぞー。椅子職人がテーブル並べ職人にレベルアップできるかもしれん。やばい、ものすごいお金増える。すごい。テーブルだったら並んでてもそんなにおかしくないからな。いや、おかしいけど、椅子とか君が並んでるよりかはおかしく見えないはずだからな。これ、よっしゃ、テーブルを買え。あ、もうやばい。もう10万超えるんだけど。所持金がやばすぎだろ。椅子を並べ、焚き火を並べ、椅子を並べ、テーブルを並べるゲーム。おー、結構いいじゃん。テーブルが一番違和感ないな。違和感あった方が面白いけどな。さあ、もうすぐ育つぞ。お、来たー。段階を経るのではなく急にでかくなるやつ。よーし、収穫だ。これいくらになるんだろうな。高値で売れるのかな。株売りに行くとするが、いくらだ？よし、移動は頼んだぜ。あー、快適。めちゃくちゃ快適だ。あ、すまねえ。そんなつもりじゃなかったんだ。よし。あー、点で大した額じゃないな。もう小銭だ、小銭。しけてやがんな。よし、テーブルでも稼げるようになったし、ここまでにしとこうかな。皆さんご視聴ありがとうございました。結構ね、いろんな遊び方ができそうなゲームなんで、ぜひ皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。あとね、僕 Twitter もやってるんで、ぜひ Twitter もフォローしてください。それじゃあまたね、バイバイ。